ハンタケオは台湾の平東県出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は統一ライオンズに所属している。三輪高中から合作金庫銀行を経て2006年に台湾 CPBL の統一ライオンズに入団。入団2年目の2007年に打率。319の高打率をマークし、チームの台湾シリーズ制覇に貢献。自身も 新人王に選ばれた。2008年には6試合連続ホームランを放ち、北京オリンピックのチャイニーズ台北代表に選ばれた。2009年の第2回 WBC、チャイニーズ台北代表にも選出された。同年はリーグ戦でも打率。367をマークし、首位打者のタイトルを獲得した。2012年3月10日に行われた。 東日本大震災復興支援ベースボールマッチでは、田中正宏から初回にソロホームランを放った。また、同年の台湾リーグでは、388の高打率をマークし、自身2度目となる、首位打者に輝いた。高血圧のせいか怪我をしやすい体質なのでこれほど、驚異的な成績残したのに知名度はいまいち、バットコントロールに長け、例年高い打率を残している。 選球眼があって、出塁率も高く、長打力もあった。高橋義信に風貌が似ている。台湾のテレビ番組で、日本でも、竹雄という名前の男性が多いという報道があり、それ以来日本語読みの竹雄から取った竹が台湾での愛称である。ありがとうございます。